皆さんこんにちは。ファミリーバンライフジャパン、車のおうち4人家族の我が家はおうちを持たずにこの車で暮らしています。2022年2月にシドニーから本帰国した我が家、子供たちは13歳と11歳。シドニーに住んでみて日本についてもっと知りたくなった。日本の土地をみんなで見てみたい、そんな思いで始まった我が家の車のおうち4人家族の旅暮らし。前回までのお話のあらすじをお話ししますと、この2ヶ月前にですね、出会ったもこちゃんという方からのお誘いでフジロックジャパンでお洋服などを販売するお手伝いを家族4人でさせてもらいました。もう約1週間ですね、みんなと一緒に過ごして、もう衣食住を共にする暮らしは最高でした。これからお別れかと思うと寂しいです。本当にね、最高の出会いでした。で、今日からは、お店の撤収をしてみんなで解散というところですね。本当に川で水浴びしたり、みんなで力を合わせてお店を作り上げたり、最高でした。フジロック終了しての朝です。あんなに人がいたのにガランとしていて、なんだか驚いてしまいました。ここでね、毎日コーヒーを入れたりお味噌汁を作ったり、みんなでここで団らんしました。最後の朝ごはんですね。何度も言いますが、昨日まであんなにたくさん人がいたのにガランと自分たちしかいなくて不思議な感じです。どんどん片付けていきます。お洋服を汚れないようにカバーしたり、このテントもね、全部畳んで装飾とかも、そう、 T シャツも綺麗に一枚一枚畳みました。こんなことする大人がいるのバリ島にあるやつじゃない。いろんな大人たちに囲まれて過ごした1週間、子どもたちにはどんな風に残るかな、響くかなと、みんなを見渡してました。みんな乗れるの？YouTube 見せたい。設営の時同様、だんだん雲行きが怪しくなってきました。急いでテントを畳みます。片付け終わると最後にハルさんが聖樹を焚いてくれました。ちょっとしたセレモニーという感じでしょうか。みんなそれぞれにいろんなことを思ってたんじゃないかなと思います。こうやってみんなでまた会おうね、ありがとうって言えることがとっても嬉しかった。あかりもいい顔してます。あかりがこれで最後だ。そうだけどね。美味しいコーヒーありがとう。やっぱり最後は雨のフジロックなんだな。本当に最高の経験をありがとうございました。みんなともうお別れかと寂しく思ってたんですが、なんと湯沢で皆さんと一泊することになりました。イエイ。何年もの間こうやって1年に1度1週間近く一緒に暮らす、そんな仲間がいるなんて最高じゃないかとしみじみ思いました。何度も言いますが、本当に最高の面白い人たちと一緒に過ごせた時間は宝物です。初めてのバイト代じゃない。翌朝、ハルさんから思いがけずお小遣いをいただいた私たち。お金が目的で働いたわけではなく、ただ楽しくて一生懸命2人とも接客などやってましたけれども、やっぱりこうやってお金をもらうことは嬉しいことだったようで、こんな形でお金の大切さにも触れることができて本当に感謝感謝です。
お宿を後にし、みんなで別れる前にご飯を食べました。なんと爆弾おにぎり、すごい大きいのがありました。これが最高に美味しいです。また食べたいな。そして別れの時、はるさんと坂健さんは4トントラックかな、4トンだったかな、この大きなトラックを名古屋まで走らせます。お別れのはずだったんですが、我が家もこちゃんのお言葉に甘えて八重洲のもこちゃんたちのお家に泊まりに行くことにしました。次回のお話は八重洲でのひととき、とってもまた濃厚な時間を一緒に過ごさせてもらいました。出会いに感謝、本当に生きてるだけで丸儲け。すごいことに気づいてしまいました。シドニーに移住する前の年、友人に誘われて初めて行った朝霧ジャムで、なんとリトルイーグルにも出会ってたのでした。そして春さんの絵にも、そしてそして永井さんのレインボースワークさんの店構えの写真も撮ってました。なんたる偶然、これは運命か。See you in next video.